はい、皆さんちょっと気づきました。ワンピース1074話なんですけども、まあビビが生きていたことにすごく安心して安堵したわけですね。そして一方ではエッグヘッド内に不穏な動き、何やら侵入者もしくは不審者、まあ裏切り者ですよね、そういう人がいるんじゃないかというのが描かれたんですけども、もう一つものすごいものが描かれてたんです。それがクマの過去です。よくよく見るとですね、ちっちゃいんですけども、はっきりですね、あるものが描かれてるんですね。それがこちらです。2コマ描かれてるんですけども、クマの背中をよく見てみると何やらマークらしきものがありますよね。これバーソロミュークマに関して初めて描かれたものであります。しかし明らかに描かれてますよね。かなり小さく描かれてるのでまだわからない部分が多いんですけども、それでもいろいろとつながるものがありますので、今回はこのマークの可能性と考察をしていきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いします。されていたマーク、はい、今回の1074話、サブタイトルがマーク3なんですけども、こっちのマークに私は持っていかれましたね。クマとマーク、本当にいろんなことが考えられるんです。バーソロミュークマといえば特徴的な服のマークがありましたし、自分はね特殊な種族だということをボニーに言っておりますので、まだまだわからない部分が多いんですよね。さらにソルベ王国の国王という立ち位置でありながら暴君と呼ばれていたり、おまけに幼少期というのは後に国王となるので国王の血筋かなと思いきやボロボロの洋服を着てるという矛盾もあるんですね。そしてここに来て新たに背中に新しいマークが書かれているということが分かりました。これ今思えばですね、もしかすると幼少期のバーソロミュークマの絵というのはですね、もう描かれたことがあってこちらなんですよね。まあ二宮金次郎みたいな、まあ、巻を背負っておりますし、読んでいる本も二の金って書いてあって、よく見てみると当ては二の金とか書いてあったりするんですね、まあ、つまり二宮金次郎みたいな勤勉なね幼少期を過ごしてましたということだったと思うんですけども、実はそれを表していたのではなく、尾田先生があれを書いた本当の目的、まあ巻とかを書いた目的というのは、実はバーソロミュークマというのは背中を隠して幼少期を過ごしていたと、それを書こうとされていたと、まあ、そういう伏線なのかもしれません。さあ今回描かれていたこのマーク一体何なんでしょうか。二重丸三重丸にも見えますし、それに何やらピッピッピッとちょっと足されてるような感じもありますよね。ということでまずはこれを話していきたいですね。イム様の左目、はい、イム様の左目、皆さんご存知でしょうか。実はですね、イム様というのはまだシルエットでしか登場してないんですけども、目というのは何回か描かれております。今までのイム様の描写というのを振り返っていくと、目が描かれた時っていうのはそのほとんどがですね右目が描かれてたんですよね。だけど1回だけ左目が描かれたシーンがありました。それが第1060話ですね。ルルシア王国にあの攻撃がこう降り注いだ時ですね。イム様が依然シルエットのままだったんですけども登場して目が描かれたんですね。でそれをですねアップしていくと、左目の20丸30丸の斜め上に3本線というのが描かれてるんですね。もう本当に気づかれないように、でもはっきりと描かれてるんです。おそらくあれというのは髪の毛ではないと思われます。その眼球の中に3本線があるような形なんですよね。ちなみに右目にはこの線はありません。さて今回クマの背中に書いてあったマークというのを振り返ってみましょう。どうでしょうか。30丸に3本線があるようにも見えますよね。これどういうことでしょうか。考えられる可能性大きく2つあると思われます。可能性1つ目、イム様とバーソロミュークマは同じ種族である。先ほども言ったようにクマというのは特殊な種族です。もしかすると特殊な種族というのは他にもいて、それがイム様ということなんでしょうか。しかしですね、それなら今回クマを迫害していた人物の中に天竜人がいたっぽいので、そこがちょっとわからないんですよね。イム様と同じ種族であるということであれば、天竜人が全員イム様を知ってるかどうかというのはわからないんですけども、それでも迫害ということはなくて丁寧に扱われそうな感じがするじゃないですか。それなのに迫害していると、これ考えたんですけど、もしかするとその左目に3本線がある種族というのは確かに複数いるんだけども、イム様だけにすることで神格化していた可能性はないでしょうか。つまり血族の中で1人だけしか選ばれないとか、まあ、選定作業みたいな感じですよね。1人だけにしてそれを祀ると、まあ、崇拝すると、そういう背景があれば、イム様と同じマークがあったとしたらですね、クマだけが迫害されていると、その説明はまあつくのかなと思います。可能性2つ目、バーソロミュークマがイム様を崇拝していた。はい、こちらまだまだ結びつかないんですけども、イム様を大事に思っていたがためにバーソロミュークマというのは背中にあのマークをつけていた可能性はないでしょうか。
もちろん今のイム様に対してバーソロミュークマっていうのはそういうのは思ってないと思いますので、もしかするとイム様というのは昔クマの幼少期あたりですね、その時期には、まあ、イム様になる前のイムですね、その人物というのはもしかするといい人だったのかもしれません。そのイムという人物がその後今の地位に行ってしまった、まあ、クマだったり多くの人を裏切って世界の王みたいな立ち位置に行ってしまったと、そういうストーリーも潜んでるかもしれませんね。しかしバーソロミュークマがこのイムという人物を信仰していたとするならば、相当な信仰心ですよね。あのマークというのはおそらくバーソロミュークマが着ている洋服に書かれているだけなんですよね。それが元で迫害されているのであれば、まあ、脱げばいいだけの話ですし、それをしないということはかなりの信仰心があると思われます。でこの信仰心で思ったのが、バーソルミュークマというのは今バイブルという本をずっと抱えて動いてますよね。昔はその本を持っていなかったのに今は持っていると。それを持っている謎もその信仰心というのを示しているのかもしれませんよね。ここでいよいよ繋がってくるのかもしれません。はい、イム様の目に見えますけどね、どうなんでしょうかね。はい、また他の可能性も考えていきましょう。天かける竜のひずめ、はい、天かける竜のひずめ、こちらのマークですね。天竜人が奴隷に刻印するマークですね。まあそれにもうっすらと、まあ形のね、形状みたいなものは似てるように見えますよね。しかしちょっと今までの様子を振り返ると違和感があるんですよね。どういうところかというと、今回クマを迫害していた人物、これは天竜人ではないと思うんですけども、こういうことを言っております。この野郎今すぐ戻れ、お前が逃げたら俺たち全員殺されちまうんだよと。今までの天竜人の奴隷という人たちとはちょっと違う感じがするんですね。バーソロミュークマはね、ただ奴隷が逃げたという感じでもないじゃないですか。それだったらバーソロミュークマを撃ってしまえば天竜人としてもおしまいですし、奴隷一人が逃げたからといって巻き添えになる人が出てくるというのは今まであまり描かれてませんので、天竜人に支配されている人たちといえば奴隷なんですけども、クマはどことなく違うという感じはします。天竜人に捕らえられて逃げられない点では、奴隷と同じだと思うんですけども、重要な役割というのがクマにはありそうです。もしかすると天かける竜のひずめではない別の刻印が実はあって、奴隷とはまた違う天竜人の支配下となる人物たちというのが他にもいたのかもしれません。その人たちに刻印されているとか、その人たちの洋服につけられているのが今回描かれたあの20丸30丸のマークだったと、その可能性もありますよね。他にもまだまだ可能性はあります。戦闘丸のマーク、はい、今回最新話で無事だったことがですね、確認された戦闘丸ですね。戦闘丸というのは覚醒したルッチの主眼でやられてたんですけども、なんとか生きててくれて、しかも、まあ、ルフィサイドだったり、まあ、ベガパンクを守る立ち位置として出てきました。で戦闘丸っていうのは洋服がちょっと特徴的なんですよね。こちら真ん中お腹の部分見てみてください。このマーク、今回描かれたクマのマークにどことなく、まあ、似てないこともないと思うんですよね。まあ、クマのマークが原型であって、しっかり描かれているのは戦闘丸の洋服のマークと、まあそういうことであれば、ある意味同じマークというか、クマのマークが派生したものが戦闘丸のマーク、まあもしくは戦闘丸のマークが派生したものがクマのマークということも考えられると思います。で戦闘丸というのは無本物になったんですけども、思えばなぜそんなにベガパンクを慕っているかというのはまだ不明なんですよね。思い返してみると、2年前時点では戦闘丸とベガパンクとバーソロミュークマというのはある意味三位一体だったんですよね。戦闘丸はベガパンクのボディーガードであって、戦闘丸が連れていたのはバーソロミュークマであると、何やらまだ不透明なその関係性なんですけども、実は彼らにしかない共通点というのがあって、その接点というのがそのマークに潜んでいる可能性があるんじゃないでしょうか。そうなってくるとですね、先ほど3人で、まあ、1セットみたいな感じだったと言ったんですけども、思えばですね、キザルもそこに加わってきそうなんですよね。戦闘丸はベガパンクを守ろうとする人物なんですけども、一方でキザルをおじきと呼んで慕っている人物でもあったんです。なので先ほど言った3人に加えて、キザルも実はそこに加わっている、つまりキザルも深くそのあたりを知っているということが今後描かれるかもしれません。またこちらも考えていきましょう。あるマークの一部である、今回描かれた背中のマークなんですけども、実はあのマークを他のものと組み合わせることで本当の意味が出てくる、その可能性はないでしょうか。例えばですね、今のバーソロミュークマの洋服を見てみても、あの模様というのは特徴的ではあると思うんですよね。真ん中が大きく開いていると思います。で、あれと今回のマークっていうのを重ねると、まあ、何かを狙うスコープのように、見えると思います。バーソロミュークマの印象的なセリフの一つとしてこういうものがありました。的を置いている、こことも繋がってくる可能性あるんじゃないかと思いますね。そういう感じで、まあ、何かのマークと組み合わせると特別なものとか特別な意味合いというものが浮き上がってくると。他にも世界政府のマークであったり、アラバスタのマークもそうですよね。
光月家の家紋もあります。こういったものと合わせることで新しい意味が出てきたり、もしくはそういったマークが実はあの20丸30丸というものを派生して生まれたものですよとかですね、まあ、そういった展開というのは大きくありえるんじゃないでしょうか。はい、どうでしょうか。しかしですね、クマがあんなに迫害されていることとあのマークというのは無関係ではないはずだと思います。あそこからどうねバーソロミュークマというのは生き延びて、そしてソルベ王国の国王になって、さらに政府に身を売る展開になってしまったのか、このあたりはまだまだわからない部分多いんですけども、ちょっとねあの発見興奮したんでちょっと喋らせていただきました。皆さんは今回描かれたあのバーソロミュークマの背中にある新しいマーク、何を意味すると思われてるでしょうか。ぜひコメント欄に書いていってください。よろしくお願いします。また最新号で描かれた、まあ、ビビの生存がどういう理由だったのかとか、エッグヘッドにいる不穏な動きというのは誰が犯人なのか、そういう動画も今週上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。